はい、どうも、宮間です。これ見てください。光がプリンカップに反射して何かが生えてるように見えますね。ほら、なんかキノコみたい。神聖なキノコ。はい、ということで今回のお知らせは、私の動画がテレビに出ますという内容です。はい、今出ますって言い切ったけど、まあ正確に言うとおそらく出ますっていうことですね。あの尺の都合上もしかしたら放送しないかもしれませんという内容なんですよね。で、その何の番組かというと、あの金曜日の深夜0時25分に放送されているジロジロ有吉、有吉さんの番組ですね。そのジロジロ有吉で私の動画が出るみたいです。はい、その番組のね、アシスタントディレクターさんかなから連絡があって、動画を使わせてくださいと。うん、で私もああなんか楽しそうだなと思って、ああ全然いいですよってこうお返事したんですけど、うん、でも尺の都合上ね、もしかしたらカットともありえるかもしれないんですけどっていう話でした。でね、それ聞いて思い出したというか、過去のトラウマが頭をよぎって、前回日本テレビのオファーの時は結局カットされたんですよね。なんか相川翔さんが昆虫クイズに50問答えるみたいな企画だったと思うんですけど、放送の時期が冬だったこともあり、その昆虫の話題の尺をですね、だいぶ縮められてたんですね。あの相川翔さんが出てるのに、そのクイズに答える尺っていうのめちゃくちゃ短かったんですよ。他にもですね、芸能人出られてて、そのいろんなジャンルのクイズをね、それぞれが答えるっていう番組だったんですけどね、やっぱその冬だったから昆虫の尺を縮められたのかなと思ったんですけどね。その時のトラウマがね、ちょっとよみがえって、またこう放送されないんじゃないかなって思ったんですけど、今回ね、冬じゃないんで、まだこうギリ夏なんで放送してくれるんじゃないかなとちょっと期待してます。はい、で私の動画が出る時は深山ご飯の名を出してくれるそうなので、もし使われたらわかると思います。あ、これかということで、皆さんもし無事に私の動画が採用されてたら、ツイッターの方でパチ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 と私を祝ってください。もし使われなかったら、いやお前深山またかと、お前はしょうもないやつだと私を罵ってください。はい、ということで、ジロジロ有吉、8月27日27日ですねの金曜日、深夜0時25分からです。皆さんちょっと夜遅いんですけど、よかったら見てみてください。はい、ということで、多分テレビに出るよっていうお知らせでした。はい、今日のうかっここちらです。オオクワガタですね。はい、もう出てきてます。自分で洋室を壊して上に出てきてますね。よし、出してみましょうか。はい、ちなみに、幼虫の最終体重は 23g ですね。はい、マット飼育です。いや、オオクワブリーダーさんからしたら情けない数字ですけど、はい、まあ一応測ってみましょうか。よし、それでは出しましょう。はい、出てきてますね。はい、出ました。いや、マット飼育にしては結構立派じゃないですかね。測ってみましょうか。ではいきます。
はい、今顎乗ってます、上に。はい、75、ギリ75ですね。いや、短い方の顎に合わせるか。もうちょっと短いね。こんな感じか。75いかない。74ミリですね。はい。あら、70後半あるかもと思ってたけど、いや、74でした。はい、ということで74ミリという、見てる人も特にコメントのないようなサイズでした。はい、うん、あ、そうなのねっていう感じですね。まあでもね、綺麗に浮かしてくれてるし、まあよしとしましょう。はい、ということで今日の浮かっこはオオクワガタでした。ご視聴ありがとうございました。